せいにだ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ、旦那。お題さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ、情報を買ってください。いただいた銭を元手に、品をし、旦那。これも平田のもの。弔ってやらねば、九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すぐ流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。黒鬼め、縛るだ。